気持ちよかった。はい、皆さんこんにちは、タートルです。皆さん、ダイエット無理して頑張ってないですか？食事気をつけようとしてもストレスが溜まるばっかり、全部ストレスと幸福感とのバランスが崩れて太っていくんです。今回のストレッチは大きな筋肉だけを伸ばしていくストレッチになります。ストレッチの際のポイントが一つあります。痛いのではなく気持ちいい、痛くないっていうことを頭で口で言った方が効果は倍増します。意識して伸ばしていきましょう。今日も一歩前進しましょう。まずは仰向けになって両膝を抱えましょう。スタート。これは腰がしっかり伸ばされます。大腰筋もすごく大きな筋肉ですから、しっかり伸ばすことでリラックス効果があります。息は止めないように注意してください。痛いと感じたら痛くないと口に出してください。痛くない、痛くない、伸びて気持ちがいい。 OK。 今度は片足をしっかり抱えます。はい、伸ばしていきましょう。伸ばされるときに痛くないと口に出してください。痛くない、気持ちがいい、筋肉が伸びてリラックスしてる、そういったことを口に出しながらやっていくと脳もね、本当に痛くないんだって思っちゃいますんで、その方がね、しっかり伸ばされます。しっかりね、膝抱えて。はい、反対です。痛くないように感じてください。はい、痛くない、気持ちよすぎる、腰が伸びてく、どんどん太ももが近づいてくる、腰が全然痛くない、伸びる、そういった感じでね、自分で言葉に出してください。その方がリラックスができます。よし、 OK。今度は足の裏を合わせて膝を落としましょう。ぐーっと落として、これもね、股関節とかが痛くない、気持ちがいい、そういったことをね、口に出しながらしてください。ついついストレッチってね、痛かったら息止まっちゃうんで、喋りながらする方が意外とリラックスできてよく伸びます。気持ちいい、伸びてる。はい、 OK。 今度はね、足を M にして太もも下につけましょう。股関節が伸びてる、気持ちがいい。内転筋が伸びて気持ちがいい。これがね、すごくね、ストレッチの際に大切なね、言葉です。ただね、伸ばすだけではほとんど意味がないです。体がね、硬いままの状態でずっと硬いんで、柔らかくなる人はね、どんどん柔らかくなるんですが、はい、 OK。 今度はちょっとね、お尻を上げてやっていきます。この方がよく伸びます。はい、お尻ちょっと上げて、この方がね、可動域がね、広がります。骨盤矯正にもいいです。気持ちがいい、伸びてる。血行がね、上がってきてる。こうやってね、口に出して行うことがすごく大切。伸びて気持ちがいい、内転筋がひねられてる。 OK。 今度はね、足をしっかり開いて、もういきなりしっかり開いて前に行きましょう。こういう感じで、しっかりね、太ももが伸びて気持ちがいい。痛くない、全然気持ちがいい、すごい伸ばされる。どんどん開いて、いける人はね、前かがみになって
つま先前向けて、こんな感じでいいよ。痛くない、気持ちがいい。はい、OK。 今度はね、普通に座って手を前に伸ばします。広背筋をね、ストレッチしましょう。伸びてる、気持ちがいい。手をどんどん遠くに持ってってください。めちゃくちゃ伸びて気持ちがいい。背中が気持ちがいい。血行が上がってきてる。OK。 今度はね、逆、手を組んで上に上げる。腕もストレッチ、大胸筋も大きい筋肉ですから、しっかりね、胸を張って伸びてる、気持ちがいい、血行が上がってきてる、元気になってきてる。これをね、皆さんね、口に出しながらできればやってほしいけど、夜やる場合はボリューム下げてください。 OK。よっしゃ、今度はね、仰向けで寝ましょう。足組んで、お尻、大円筋も大きい筋肉ですから、お尻をしっかり伸ばしてね。これはね、痛くなってると思います。痛くない、全然痛くない、気持ちがいい。めちゃくちゃ気持ちが良くて、伸びて気持ちがいい。痛いと感じる時ほど気持ちがいいって声に出してください。あー気持ちがいい、やべ、気持ちが良すぎる。あーめっちゃ気持ちいい。 OK。 じゃあ反対、よし、最後、気持ちがいい、めっちゃ気持ちがいいぞこれ。あー痛くない、気持ちがいいんだこれは。痛くはないんだ、気持ちがいいだけなんだ。伸ばされて痛いようで痛くないんだこれは。気持ちがいいだけなんだよこれは。あー伸ばされて気持ちがいい。みんなどうですか、気持ちがいい。痛いって言っちゃダメですよ、気持ちがいいんですよ。あー最高、お疲れ様でした。しっかり伸びたと思います。普通にストレッチするより痛くなかったよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。